聞き旅 2000 miles。 聞き旅 2000 miles。 初登場の旅人、藤原恵子です。はじめまして。私は今、京急品川駅に来ています。今日は赤い電車、京浜急行の旅、品川金沢文庫と題しまして、このノスタルジックな赤い電車に乗って京急の旅をお届けしたいなと思います。それでは品川駅から行ってきます。駅降りてすぐもう商店街、立ち合い川商店街っていう、なんか下町感バリバリないい感じの商店街ありまして、そうだ、ここ大井競馬場が近いんだ。立ち合い川、二十歳の龍馬像、嘉永6年黒船ですよね、あのペリー来航の時に浜川砲台の警護に当たっていたという、あ、そういう歴史があったから、それで坂本龍馬なんですね。さあ、生麦駅降りてテクテクと歩きまして、今たどり着きました。キリンビールの立派な工場、レンガ作りになってるのが右手に見えますね。素敵な空間ですね。あの、見たところすごく新しい工場だなって思うんですけど、はい、いつ頃できたんですか？はい、昨年の10月にリニューアルをいたしまして、新しく生まれ変わりまして、この工場自体は1926年ですね。あ、古いんですね。はい、もともとは山手に工場がございまして、うん、そちらの工場が関東大震災で倒壊してしまったので、うん、その後この生麦の地に再建をして、もうそこからずっと続いております。見学1時間ほど工場内見ていただくんですけれども、はい、キリン一番搾り生ビールの美味しさの秘密、こだわりをご紹介しております。はい、そして最後お楽しみのシーンもあるんですよね。はい、美味しい一番搾りご用意しております。はい、お待たせいたしました。一番搾り生ビールでございます。お味見くださいませ。また入れるのお上手ですね。ありがとうございます。もう泡がこんもり、黄金バランス7:3、綺麗な黄金色ですね。ではいただきます。あ、うまい。今日はもうこのために生きてきました。やっぱり美味しい。すごいいい風吹いてますね。潮の香りがいい。最終地点が山下公園ということなんですけれども、それまで横浜のこの港のね、素晴らしい風景がいろいろ見られる、まあロマンチックなデートコースとしてもぴったりなんじゃないですか。これ特に夜なんてイルミネーション最高に素敵でしょうね。綺麗なバラ園、いろんな花々が咲き乱れていて、また噴水も気持ちいいですね。もう老若男女、幅広いいろんな世代の人たちが一堂に集まれる、すごいもう平和を象徴したような素敵な場所ですね、この山下公園。この中華街の大きな門が今見えてきました。中華街入ってくるとやっぱりすぐにもう中華料理屋さんね、立ち並んでますよ。結構若い20代ぐらいの女性結構多いですね。じゃあこれいただきます。うん、あ、皮が甘い、ふっかふかで美味しい。なんか肉汁が見えるぐらいたっぷりですよ。赤い電車、京浜急行の旅、品川金沢文庫、お届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、それぞれの駅でいろんな特色があって、はあ、なんか地元の方々のその息吹を感じられて楽しかったなと思いつつ、私としてはやっぱりキリンビールの工場見学、いっぱい最高でしたね。うん、美味しかったです。そんなすごくのどかな気持ちのいい一日の電車の旅でした。羽田空港の行き帰りでちょっと途中下車してみて、でいろんな駅に降りてみて、ね、その暮らしを見てみるっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。聞き旅2000 miles、 旅人は藤原恵子でした。